皆さん、おはようございます。マーティン、ダーナム役部、キングタクです。キングタクとイッシイシー。今日は、ヒーズ、シーズなど、フーイズの文です。まずは、イズ系の文です。え、はい、すでに話題に上った人について使うんです。ヒーとかシーとかは、はい。ヒーが彼、シーが彼女。男性、女性ですね。はい。This is you, か a She is my friend. 例えば、それですね。例えば、はい。そういう感じですね。はい。疑問系にすると、 is, king, tuk, yo, classmate. 例えば、yes の場合は、yes, he is, no, he isn't. is の部分。yes, no で答えるんですね。はい。いつも通り。he is not my classmate. is not, isn't です。はい。よ、しゃ、しゃ、し、is not です。はい。with の後に not all 君です。はい。覚えてください。次。who is the boy は、あの男の子は誰ですか He is, 順例えば「h ー」も使いますね。はい「ふーず」「ふーいの短縮形。短縮形覚えましょう。「ふー s は「who ー s he ー s は「is ー h e ー s は she「h ー is 覚えてください。「who なんとかかんとかって言ったらまず「しー s とか「ひー s とか使うこと最後。覚えてください。はい。「h ー s と「はー」の使い方は ヒーズは彼の、ハーは彼女の名前詞の前につけるんです。覚えてください。前、なんとかは私の、ヒーズは彼の、ジムズはジムの、なんとか、ユアはあなたの何々、ハーは彼女の何々。覚えてください。というわけで、ヒーズの使い方でした。バイバーイ。